本項目では、マカオのイスラム教について記述する。信者の数が少なく、現在は400人程度である。香港イスラム組合によると、バングラデシュやインド、インドネシアのほかパキスタン出身のムスリム系外国人労働者を合わせても約5000人という。イスラム教は、新朝時代、中近東やペルシア出身の商人がもたらしたと、するのが一般的である。 証拠の一部は数百年前に遡る墓もある、マカオモスク付近のムスリム墓地で見つかることもある。ポルトガル領マカオ時代には、同国の軍人とともに、南アジアから流入したムスリムは多い。サラートの場として、マカオモスクを建立。多くの海賊が、第二次世界大戦中、戦火を逃れるため、中華民国から、当時のポルトガル領マカオへ疎開。その多くは、 関東省、はじめ慶一出身であったが、終戦後は香港へ移動するものが多かったという。一部ムスリムは1949年の国境内戦終了後、中国北西部からマカオに今日移すこととなる。マカオモスク花地目道区にあるマカオモスクが現在のところ唯一のモスクである。ゴアやムンバイなどからポルトガル軍に兵士として採用されたムスリムが、 ポルトガル領時代の1980年代初頭に、混流。貯水池とフェリーターミナルを見渡せる一角にあるため、飛行用者のほとんどが仕事を休む日曜日になると、特に賑にわう。マカオムスリム墓地マカオモスクと同じ地区に、ムスリム墓地が一つある。ペルシア様式のものもあれば、数百年の歴史を誇るものもある。ムスリム以外に、ゾロアスター教徒もミ民。 マカオハラールレストランマカオ半島とタイパ島の双方にハラール食品を供するレストランや店が存在。マカオ初のハラールレストラン、インドの味が2012年にマカオフィッシャーマンズワーフで創業、インドやポルトガル料理を提供する。ハラール認定を取得するのに3年かかったという。マカオのムスリムはむね、ファティマやソラやウマルといった典型的な名前を使うことが多い。 マカオイスラム教会本部マカオイスラム教会は1935年設立のイスラム教組織である。香港にある香港イスラム組合がやむに年間の予算と補助金を支給。現在の会長はアフメドディンハーン。副会長はファツァルダット。2009年設立。移民法についての説明や就業に関する文書の翻訳などを通じて、 マカオのインドネシア系労働者を支援する。現在の会員数は350人。ムスリムのほとんどは就業中に一度しか休憩が取れないため、サラートを行う時間が乏しい。また、一部のムスリム女性は、仕事中にヒジャブをつけたままにしておくのが難しい場合がある。ありがとうございます。